おはようございます。コロナ退散アマビエ社長でございます。雨が降っておりますね。結構また降り出しましたね。今日朝の6時頃だったかな、ガンガン降り出しましたね。5時頃はすごくスカーッとしていい天気だったんですよ。いい天気だな、いいだな、もうぼちぼち梅雨明けするのかなとか思ってたら、もう7時頃からガーガー降り出してですね、今ちょっと小康状態ですね。向こうはほらもう明るくなってますね。はい、もうアマビエ様一つですね。もう雨はもう十分お腹いっぱいになりました。もう今回ですね、人吉、生徒、県北ですね、かなりの被害も出ておりますので、どうぞお納めくださいませ。それとですね、アマビエ様、コロナの第2波もですね、一つよろしくお願い申し上げます。はい、じゃあ今日もですね、日曜日ですがですね、はい、一生懸命夜8時までナイター営業でですね頑張ります。朝はですね、ちょっと郷島町と北区の方にですね2件商談でお伺いいたします。商談とか呼び込みですね。はい、その後はお店におります。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい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 、はい、ちょうど足元に水が溜まってるんですよね。いや変わったな、今踏んじゃったよサンダル、下サンダル巻きなもんですからね、濡れました。はいはい、はい、では今日は7月の26日日曜日、雨は降っておりますが、ビューティフルサンデー、夜8時から、はい、夜8時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はい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 、はい、日曜日もですね、元気に営業でございます。皆様ですね、お仏壇、お困りごと、24時間、年中無休、電話受付でございます。よろしくお願い申し上げます。今日さっき朝からブログにもあげましたけどですね、もしも、人吉とか県北の皆様、お仏壇が使って、あとですね、住宅とかに引っ越された場合ですね、被災住宅にですね、小さいお仏壇無料貸し出ししておりますので、よろしくお願い申し上げます。お仏壇の無料預かりもやってます。はい、じゃあ今日も頑張ります。